金沢の甘エビ味のポテトチップスの販売が来週から始まります。今日は金沢美大の学生がデザインしたパッケージがお披露目されました。発売4年目を迎える湖池屋プライドポテトジャパン金沢の甘エビは、濃厚な甘エビの旨味を塩で引き立てた味わいが特徴です。今月18日から販売が始まる2023年バージョンのパッケージは、金沢美術工芸大学の学生が応募したデザイン案の中から最終選考に残った6点の作品で全国投票を行いました。その結果、鼓門の迫力を表現した北京介さんの金沢にした鼓と、金沢の甘エビをダイレクトに描いた江川伊吹さんの金沢漆器の2点がパッケージに採用されました。金沢の甘エビ味ということで、味がパッと見て伝わるところを一番大事にしました。まず見た目で金沢を感じていただいて、でパッこの開いて、で匂いや味とかでまた金沢を感じていただいて、まあ、金沢はどういったとこなんだろうみたいな、行ってみたいなみたいな、そこまで金沢が伝わればいいなって思います。はい、湖池屋プライドポテトジャパン金沢の甘エビは12月末頃まで全国で販売されます。